ウェストプラザ長野は長野県長野市末広町の長野駅前にある建築物である。ドンキホーテ長野駅前店などが入居する。長野駅前後寺口近くの利便性の高い立地であるが従前は低層の木造住宅や食堂などが立ち利用度は低かった。1973年に長野駅前 A 地区再開発準備組合が発足。 1974年10月に市街地再開発事業の都市計画が決定したが、具体的な進展はなかった。長野オリンピックの1998年開催が決定し、再開発事業が動き出すことになる。1995年に A 地区を A-1 地区 A-3 地区に3分割した。本ビルは A-2 外区にあたる。 1996年7月24日に、同地でタクシー会社を経営していた、宇都宮竹浦地権者9人により、株式会社ウェストプラザ長野設立。同年8月30日に寄港式を実施、1997年11月28日に、竣工した。その後 A-1 外国は2006年に、分譲住宅や飲食店、業務施設からなる、A。 ワンシティ、A-3 外区には2010年にホテルサンルート、長野などが入る、ノックス末広が竣工した。地上10階、地下1階建てで、地下には駐輪場が開設されている。建物外観は、前行寺門前の安闘をイメージしたデザインで、交差点に面して、長野朝日放送の大型デジタルサイネージ、アブン駅前ビジョンが設置されている。2階デッキは南側に、 JR 長野駅ビル、緑と直結する歩道橋、北側は隣接するノックス末広につながるデッキ通路が接続しており、JR 長野駅から末広町交差点方面まで地上に降りずに通り抜けることができる。また、2階デッキ南東側には地上につながるエスカレーターがあり、長野駅前交差点路上から直接2階店舗に入ることができる。2006年、 電力会社からの指摘を機に、省エネルギー化の取り組みを開始。LED 照明の導入や高効率の空調機器への交換により、2013年にはの原油換算で対2006年比のエネルギー使用量32%減を実現した。詳細は公式サイトのフロアガイドを参照。完成当初は5階の半分と6階全面に、 長野オリンピックのスポンサーの日本コカ・コーラ社が現地事務所を置いた。2階から4階にかけては、書店の平安堂長野店が入居していたが、2016年9月11日に閉店。同年11月17日に近隣の長野東急百貨店別館シェール、シェール内に移転をオープンした。ありがとうございます。